カルロス・オベッド・バイエガオーティズは、プエルトリコサンファン出身の元プロ野球選手ウトー。リョーダ。インディアンス時代は、強打の二類種として鳴らした。福音派のキリスト教徒である。幼少期は、プエルトリコリーグのサントゥルーセ・クラバーズの選手になる。ことを夢見ていたバイエガは、16歳の時に、サンディエゴ・パドレスと契約する。マイナーリーグ時代は、 打撃面では好成績を残す一方、二類、三類、遊撃守備では、毎年30失策前後と不安が残っていた。1989年のオフには、強打者、ジョー・カーターとのトレードで、サンディー・アロマージュニア、クリス・ジェームスと共にクリーブランド・インディアンスに移籍する。1990年は、マイナーリーグトリプル A 級で開幕を迎えたが、12試合で、打率。 380の成績で4月12日にメジャー初昇格、最も頼りになる代打となったこの年は三塁手、種、遊撃種として出場する。1991年には三塁手、種、二塁手種として158試合に出場しレギュラーの座を掴んだ。1992年はアルバート・ベルに次ぐチーム2位の20本塁打105打点を挙げ、 中軸選手に成長し、初めてオールスターに選出、オフに開催された、日米野球に MLB 選抜として来日した。1993年は、チーム1位の打率。321、本塁打、打点は、前年に引き続きベルに次ぐ2位で、初のシルバースラッガー賞にも選ばれた。また4月8日の対ニューヨークヤンキース戦では、 メジャー史上初の1イニング左右打席本塁打も記録している。この記録は他には2002年のマークベルホーンと2012年のケンドリス・モラレスだけである。2年連続の200アンダ、20本塁打、100打点は1922年のロジャース・ホーンスビー以来の記録となった。 1994年は1994年から1995年の MLB ストライキの影響で103試合の出場にとどまったが19本塁打80打点を記録。1995年にはチームのアリーグ中畜優勝に貢献リーグチャンピオンシップシリーズでは打率400と活躍したが2勝4敗で敗れた。 アトランタ・ブレイブスとのワールドシリーズでは最終打者になった。好成績は残していたものの、しばしばベスト体重をオーバーし、練習中にも携帯電話を使うなど、首脳陣は問題視していた。1996年のシーズン中にインディアンスの抑え投手、ホセメサの妻と浮気をしているとの噂が流れた際、メサは彼が出ていくか。 もしくは自分が出ていくかだと語り、後の放出につながった。1996年7月26日、ジェフ・ケント、ホセ・ビスカイーノとのトレードで、アルバロ・エスピーノ・ーザと共に、ニューヨーク・メッツへ移籍する。メッツでは主に1.3番を打ったが、移籍後の打率は、193にとどまった。1997年は、脇腹の怪我の影響で、 右打席には立たず、1998年も、怪我の影響などで成績が残せず、シーズン終了後の10月28日には、再契約を提示されず、フリーエージェントとなった。1999年の1月に、セントルイスカージナルスと契約するが、開幕前に解雇され、3月末にシンシナティレッズと契約する。開幕を、トリプル A で迎え、打率。 290を記録していたが6月4日に解雇され、パドレスに移籍する。トリプルウェイでの調整後パドレスに昇格し、2類、3類の控え選手として出場していたが、8月16日に3年ぶりにインディアンスに移籍する。ファンに愛されていたバイエガは、スタンディングオベーションで迎えられた。2000年はタンパベーデビルレイズと契約するものの、 開幕前に契約が無効となり1シーズンプレーをしなかった。2001年はシアトルマリナーズと契約するものの開幕前に解雇され独立リーグであるアトランティックリーグのロングアイランドダックスでプレー7月には故障により退団した元阪神のベン・リベラの代役として韓国プロ野球のサムスン・ライオンズに入団した。この年は インディアンスの偉大な選手100人にも選ばれた。シーズン後には、クラバーズを買収、選手権監督となり幼少期の夢を叶えた。メジャーからの引退を決意していたが、12月に、ボストンレッドソックスと契約し、2002年は、控えの二類種、指名打者として出場した。2003年は、アリゾナダイヤモンドバックスと契約し、控えの一塁、二塁手として、 好成績を残し、翌年まで在籍する。2005年は、ワシントンナショナルズに在籍した。現在は、ESPN のスペイン語放送の解説者をしている。ありがとうございます。